まず最初のポイントとして LGP のデザインについてご説明します。 LGP は長時間のプレーを快適に行うことができるように、フォームファクターにはスーパーオーバルデザインを採用し、そしてポータブル史上最強の操作性を自負するデュアルアナログスティックを搭載しています。さらにそれにとどまらず、ユーザーのさまざまな振る舞いをインプットするための工夫をさまざま凝らしております。現実の世界を切り取るための2つの目としてのシステムを前面と背面に配置したカメラ、どこにいるか瞬時に判断できるロケーションサービス、きめ細やかな動きや方向を感じるためのセンサー機、直感的な操作を可能にするタッチスクリーン、さらに NGP には背面にタッチパッドを搭載しました。手のひらの中でインプットからアウトプットまで完結するポータブルだからこそ、触る、掴む、なぞる、押し出す、引っ張る、そういったような操作が可能になったんです。ゲームの世界を直接触る、こういう体験を実際にご覧いただきましょう。吉田さん、お願いします。はい、それでは、現在開発中のリトルディビアンスというゲームを使ってゲームの世界を直接触るという操作をお見せしたいと思います。このデモは本体の裏側のバックタッチパッドを操作しますので、バックタッチの私の指の動きとゲーム画面を合わせてご覧ください。さて、ゲーム画面にはフィールドの中にオレンジ色の変わったキャラクターがいます。これはディビアンツといって、この世界でいろいろ悪さをするいたずら好きです。このディビアンツを懲らしめるためにプレイヤーはバックタッチを使って操作します。まず1本の指で本体の後ろを触ってみましょう。触ったところのフィールドがせり上がり、まるで山のようになってディビアンツをコロコロ転がすことが可能になります。NGP にはのバックタッチは5インチの有機 EL ディスプレイと同じ幅、非常に大きなサイズのタッチパッドが搭載されていますので、ユーザーがの指の場所とゲームの世界を1対1で対応させて、まるでゲーム世界の触りたいところをユーザーが思うがままに触るような操作が可能です。さらに後ろをこうやってタップしますと、その衝撃波が伝わってキャラクターをジャンプさせて障害物を越えたりと、そういった操作も可能になります。さらに指を2本使いますと、こうやって指が汗かいて、より大きな山を使って複数のディビアンツを同時に動かす、そういったことも可能になります。そうですね、でフロントタッチでちょっとカメラを通して、さらにフロントタッチとバックタッチを両方使った操作をお見せします。親指と人差し指を使います。画面を2つの指を使って挟み込む形でディビアンツをつまんで引っ張って離すと、パチンコのように飛ばすことが可能です。こうやって決めてパチン、このようにバックタッチを使ってキャラクターや世界に触る、なぞる、転がす、それからつまむ、引っ張る、思いのままにこの世界、キャラクターと戯れることが可能となっているのがご覧いただけたかと思います。まさにゲームの世界が手の中にあって、それを直接触ると、そういった感覚、これはこれまでになかった全く新しいゲーム感覚が実現できていると思います。いかがでしょうか。
吉田さん。次に紹介するのは NGP のライブエリア、というゲームオリエンテッドなコミュニケーション機能です。どんな楽しいゲームもその楽しさを一緒に共有し盛り上がれるリアルな仲間がいるからこそより面白い。 NGP はそんな楽しみ方をプラットフォームとしてサポートしていきます。全てのゲームはライブエリアと呼ばれる空間を持ちます。ライブエリアでは常にパブリッシャー様やゲームの最新情報に触れることができます。ライブエリアでは同じゲームを楽しんでいる世界中の人々のアクティビティが常に更新され、そしてそれをトリガーにコミュニケーションを取ることができるんです。これは実機からの映像とともに具体的な説明をさせていただきたいと思います。では島田さん、よろしくお願いします。島田です、よろしくお願いします。NGP のユーザーインターフェースはライブエリア UI と呼ばれます。タッチパネルなどの直感的入力インターフェースの特徴を生かした作りになっています。画面はその NGP からの出力をキャプチャーしたものです。今回は人間の操作を分かりやすく示したので指の軌跡を黄色のマーカーで示しています。ライブエリア UI は機能的でありながらもまずは触っていて楽しいということが最も大切なエンターテインメントフォームのシステム UI として全く新規にデザイン、開発されています。ゲームのアイコンをタップします。これがライブエリアと呼ばれる画面です。ライブエリアはゲームへの扉と言えるものです。みんなのゴルフに関連するさまざまな情報が見えますね。ストアへのリンクをタップしましょう。 NGP 向けのプレイステーションストアが立ち上がります。ストアをはじめとして全ての機能はライブエリア UI に対応し直感的でユーザーフレンドリーなものになっています。ゴルフコースのアイテムをタップしてみましょう。追加アイテムですね。ストアから先ほどのライブエリアに戻ります。ライブエリアはゲームへの入り口でもあります。ゲームを起動してみましょう。起動しました。ゲームを一時停止し再度ライブエリアに戻ります。このようにゲームとライブエリアの間はスムーズに行き来することが可能です。アバターがポップアップしてみました。ライブエリアにはコミュニケーション機能もあります。コミュニケーションゾーンに入ってみましょう。ここには同じゲームを遊んでいる自分のフレンドのさまざまなイベントがタイムラインに沿ってプレイステーションネットワークからプッシュされます。イベントの内容にはゲームを開始した、ゲーム内のあるステージをクリアした、ストアでアイテムを購入したなどさまざまなものがあります。ゲームからイベントを投入するための開発キットも提供されます。イベントの一つに入ってみましょう。先ほどのイベントに対するフレンドからのコメントが見えます。つまりこれまでゲームを買ってプレイするっていう楽しさっていうのは、まあそれで完結してしまったんですけれども、 NGP ではゲームを買った後もこのライブエリア、そこでゲームに関するいろんな情報が常に新しく入っていることになりますよね。はい、そういった情報をベースにゲームを中心としたリアルなプレイのインタラクティブなコミュニケーションが繰り広げられます。これまでのエンターテインメントテーマ、エンタメ体験をより深いものに変えていく仕様がこのライブエリアです。でその体験をより身近にするのが実はその Wi-Fi に加えて NGP には多分ゲーム機としては初めて搭載されたモバイルネットワークの通信機能となりますよね。はい、まさしくポータブルならではの遊びのためのチャレンジが常にオンラインであることです。携帯やスマートフォンなども全てオンラインなんですが、私たちはそこにゲーム機ならではの価値、すなわちリアルタイム性と高いレスポンスの導入を試みました。常にオンラインであればネットワークからの情報を反映したレスポンスを即時に返すことが可能です。リアルタイムの世界の情報をゲームに取り込むことでゲームの可能性は大きく広がると考えています。はい、ありがとうございます。続いて3つ目に紹介するのはプレイステーションネットワークの基本サービス、
そしてプラットフォームとしてサポートするロケーションサービスについてです。今自分がいるこの場所でどんな人たちがどんなゲームを遊んでいるのか、どんなゲームが話題になっているのか、それを見つけることができるアプリケーションがニアです。こちらも実からの映像とともに説明をしてもらいます。よろしくお願いします。皆さん、例えばこの会場の周りでどんなゲームが遊ばれているか手軽に知ることができたら見てみたいと思いませんか。あるいは自分の職場や学校、通勤途中の電車の中でみんなが今どんなゲームをプレイしているのか知りたいと思ったりもしませんか。ニアは持ち歩いているだけで他の人が遊んでいるゲームに関連した情報を気になったその場で知ることができる多機能アプリケーションです。本日はその機能の一部をご紹介します。まずは映像をご覧ください。この映像では三軒茶屋の自宅から渋谷、青山、六本木、品川、そしてここ芝公園までを NGP を持って移動する様を描いています。移動するユーザーの持つ NGP の上で常に動いているニアは移動の過程でユーザーの位置情報を記録しています。実験映像をお願いします。こちらはニアのトップ画面になります。まずネットワークから情報を取得するために更新のボタンを押してみましょう。タイトルや各種ステータス、位置情報といった情報がクライアントにプレイステーションネットワークサーバーから同期されます。サーバーから取得した数字などが上がります。先ほどの経路に沿って自分の足跡を見てみましょう。ご覧のようにこれまで歩いていた経路が表示されます。三軒茶屋、渋谷、青山など先ほどのルートの情報が表示されます。各地域の右側にはその位置において最もよく遊ばれていたゲームのアイコンが表示されています。次にこの中から渋谷にいた時の情報を見てみましょう。自分自身を中心に実際に渋谷で自分の周りの人たちのアバターが表示されています。位置によるユーザー観測はサーバーによって行われるため、例えばユーザーが渋谷に実際にいた時間の前後1時間に渋谷にいたユーザーなどを見ることができます。時間と空間を超えて情報を共有することができるわけです。画面上のアバターをタップしましょう。このユーザーが最近遊んだゲームのリストを見ているわけです。右下の王冠のアイコンをタップしましょう。ここではサーバーから提供されたこの地域で流行っているゲームのランキングが表示されています。渋谷ランキングです。画面の右にはそれぞれのゲームがどのゲームをどれくらいの人がプレイしていたのか、どれくらい人気があるのかが表示されています。渋谷ではみんなのゴルフが一番の人気です。このようにニアではまだ持っていないゲームやまだ知らないゲームに気づくきっかけをユーザーに提供することができます。みんなのゴルフをタップしてタイトル情報をさらに詳しく見てみましょう。この画面では自分の周囲でみんなのゴルフを遊んでいる人の数など、みんなのゴルフに関連する各種情報を知ることができます。ニア上で面白そうなゲームだと思ったら画面の上にあるストアボタンからその場で購入ということも可能です。また他のユーザーの熱中度を確認したりアイコンを使って感想の投票することもできます。投票してみましょう。このようにすぐに結果が反映されます。これ以外にも位置情報を両方利用した開発キット、ゲームでもさまざまな連携機能などニアでは予定しています。現実の位置情報とプレイステーションネットワークのサーバー機能を連動させることによって、ポータブルゲーム機上に時間や空間を超えたゲームユーザーの出会いやタイトル、コミュニティ情報を提供するアプリケーション、それがニアになります。ありがとうございます。